こんにちは、ワイトライトショーの時間です。さあ、今日もマイクラニュースをお届けいたします。本日のコメンテーターはこちらの方々です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年のマイコンライブまであと10日と近くなり、今年もまた3つのバイオム投票があります。去年はタイガ、砂漠、サバンナの3つのバイオム投票があり、タイガが優勝し、キャンプファイヤーやキツネ、スイートベリーが追加しました。そして今年はまた別のバイオームのようです。まずは沼地、湿地帯です。魔女の家やキノコの生成、粘土があったり、スライムが湧くなどがあります。続いて山岳地帯です。エメラルドの採掘やシルバーフィッシュがいたり、ラマがいるなどがあります。最後に荒野です。別の名をメサとも言います。赤砂で覆われ、いろんな種類のテラコッタがあり、金鉱石が多く見つかるレアなバイオームです。以上、3つのバイオームが選出されました。そしてライブ配信中に投票を行い、優勝したバイオームが次のアップデートで優勝バイオームに新要素が追加します。今現在では3つのバイオームに何が追加するかは不明です。今後公式のマイクラのツイッターで紹介するそうです。さあ、ということで今年もバイオーム投票がありますが、皆様はどれに投票しますか？私は湿地帯ですね。この中で一番更新がなかったのが湿地帯ですから、そろそろ何か来てほしいですね。山岳地帯もいいですよ。宝石アップデートって感じで、山岳地帯にルビーやサファイアなど宝石が取れたら面白い。いや、ここは荒野でしょう。レアバイオームだから、ルビーもサファイアもレアバイオームで取れた方がいいんじゃない？ところで去年のバイオームはどうなるの？忘れられてるね。かわいそうに。そしてそのまま終わりました。ってことにはならないようにしてほしいですね。さあ、ということで今年も開催、マイコンライブでバイオム投票のお知らせでした。コメンテーターの皆様、ありがとうございます。ありがとうございます。マイコンライブの開催日時は、日本時間では9月の29日深夜1時から始まります。深夜ですので無理はなさらないようお願いいたします。29日は日曜日なので夜更かしができますね。そしてミキサー、ツイッチ、YouTube、Facebook、マイクラ公式ホームページで視聴できます。ではまた次回お会いいたしましょう。